グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。駐車スペースの後ろには既存の水道がありました。土のままの部分なので雑草が生えてきてしまいます。土のままにしておくと日が当たる場所は雑草が生えてきてしまいます。土のままでは雨が降ると足元が悪く汚れてしまいます。カースペース裏の土の部分は雨が降った時にドロドロにならないようコンクリートで固めます。車を洗うための既存の水場はそのまま残します。これから土の部分に土間コンクリートを打つための準備を行います。今まで土だった場所へ土間コンクリートを打ちました。建物の脇の狭い部分も雑草に悩まされず快適です。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。